アイレックスはアメリカ海軍の潜水艦。天地球潜水艦の一隻。艦名はアジカの魚レインボーランナーの向こう学名にちなむ。ツムブリアイレックスは1944年10月2日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1945年1月26日にエレンダープ人によって命名浸水し、 1945年5月14日に、艦長、J.D. クローリー中佐の指揮下収益する。ニューロンドンでの成長後、アイレックスは、パナマ運河を経由して、太平洋に移動したが、パナマ運河地帯での停泊中に終戦を迎える。アイレックスは、フロリダ州、キーウェストまでの移動を命じられ、同地で第4位潜水船隊に合流した。1945年の残りは、 グアンタナモワンでの訓練に費やされた。海軍は1946年12月までにディーゼル機関を持つ潜水艦の先行時間を延長するためのシュノーケル装備計画を完了し、アイレックスはシュノーケルの装備及び試験のためポーツマスへの移動を命じられた。1947年7月から1948年2月まで新装備の評価を行い、 その後、ニューロンドンで、第8潜水セ隊に合流、アメリカ海軍における、最初の首脳をける潜水艦として任務に就いた。その後3年にわたって、アイレックスは、ニューロンドン、バージニア岬の沖合で、訓練活動に従事する。1951年5月に、北、大西洋の偵察任務に配属され、8月には、キーウェスト及びキューバ沖での任務に就く。 秋にニューロンドンへ帰還すると、アイレックスは1953年までニューイングランド沖及びカリブ海で重要な訓練任務を続け、10月26日に地中海に向けて出港第6艦隊に合流した。任務完了後1954年2月3日にニューロンドンに帰還、続く2年にわたって東海岸を呼びカリブ海で活動した。 1956年に再び地中海で第6艦隊配備につく。中東での緊張は1956年7月のエジプトによるスエズ運河の国有化で最高潮に達し、イギリス、フランス、イスラエルとエジプトの間での武力衝突に発展した。アメリカ海軍は合衆国の関心を示す手段として活動を行った。アイレックスは2月には、 航海イスラエルとエジプトの国境付近を偵察し、その後、ニューロンドンに帰還すると通常任務を再開、再び訓練生に対しての訓練艦の任務に従事した。アイレックスは1957年初めに艦隊演習に参加し、再び訓練艦としての任務に就いた。7月には、フィラデルフィア海軍造船所に入居し、第二次大戦系の司令塔に変えて、 新型のプラスチック製セールが取り付けられた。これによって軽量化がなされ、スタビライザーの役割も果たすこととなった。続く1年半にわたって、アイレックスはニューロンドン沖で作戦活動に従事し、1958年9月18日から12月20日までは地中海へ展開、その他バミューダ、ノバスコシア州ハリファックスへの訓練巡行も行った。 1960年前半には、北、大西洋において、艦隊演習に参加し、3月3日に母校に帰還する。ニューロンドン沖での作戦活動後、ハリファックスへの訓練巡行を行い、1961年8月1日には、地中海において、第6艦隊と共に、対潜水艦船訓練を行った。アイレックスは11月にニューロンドンに帰還し、 その後南はバミューダから北はニューヨーク、ボストンまでの範囲で予備役兵及びニューロンドン潜水学校生の訓練巡行を行う。1963年1月から3月まで冬季、作戦活動をプエルトリコからバージン諸島の海域で行い、フィラデルフィア海軍造船所でオーバーホールの後ニューロンドンでの訓練活動を再開した。 1963年10月、再び地中海へ赴き、第6艦隊と共に、スエズ運河を通過、航海及びアラビア海での中央条約機構の演習に参加した。1965年1月中旬に、母港へ帰還し、対潜水艦船の研究開発任務を援助するため、カナダ海軍との共同演習に参加し、ノバスコシアを訪問した。 アイレックスは1965年11月にニューロンドンに帰還し、1967年まで沿岸での作戦活動に従事した。アイレックスは1969年11月17日に除籍され、1971年9月13日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。